唐の滅亡、五大十国の混乱に乗じて、中国の周辺民族は自立し、相次いで国家を設立します。中でも北方民族の活動は著しいものがありました。10世紀、東モンゴリアから起こったモンゴル系の契丹族は、ヤリツァ墓地により統一され、遼を建国します。926年に遼は渤海を滅ぼし、領土を拡大して、後進の赤系統から長城以南の燕雲十六氏をもらい受けました。11世紀にチベット系のタングート族は李元昊のもとに国を建て、大化と名乗りましたが、宋はこの国を清化と呼びました。清化は都を後継府に置き、西北の国境から宋に侵攻します。それに対して宋はそれぞれに銀、絹、茶などの莫大な歳兵を送って平和の維持を図るに過ぎませんでした。12世紀、政治と軍事の際に優れたワンヤン・アグダの指導のもとに、満州から起こって金を建てたツングース系の女真族は領を征服した後、さらに南下して西高の辺で北宋を滅ぼし、中国北部をも領有するに至ります。その後1142年、商工の和議によって、ワイガが両国の境界となりました。これら周辺諸国は、中国の制度、文化を取り入れるとともに、自国の文字を作るなど、国の文化の保存に努めました。しかし13世紀になると、そのほとんどは新興のモンゴル族に次々と征服され、その大帝国のうちに包含されることになります。